さあやっていきましょう。5月に入りました。5月3日の模式用でございます。いやちょっとね、5月1日にねバシッとあげようと思ったんだけど、ちょっとまあなあなあになってしまった。4月の3週4週の後半、これが過ぎればもう次は5月ってバシッてこう出るんで、画面にね、まあ、その画面をサムネにして5月始まりました号としようかな。とりあえずカワード、絶対負けるカワードを投げます。まあ今日の試合と5月1週分の試合だけ、1週かな、1週前半だけかなの動画にしようかな、上げていこうと思います。焼きつくの動画もまあ上げていきますよ。どんどん上げていきたい。間髪を入れずに上げていきたい。勝ってるね。これ3連勝見えてきてる。どうです？お4月にしてもマジック点灯が見えてくるか、勢いですね。ビクトリーロードが、 V じゃねえが見えてきてる。 V じゃねえ、日本ハムファイターズ勝ってますね。オバンドの打棒が爆発している。10連勝で、焼きつくの投資番号、昔の動画からバーッと見てたら結構あれだね、怪しいね。ちょっとこうやって見ていくと、あの数字がね、40何回とか50何回、なんか どっか、30かな、なんかどっかで2回とか1回では飛ばしてるやつとかあったりして、まあ、ちょっとね、怪しいですね。奪三振でうちのチーム入れないんだな。投球回では、まあ、関根とかが34回だけど、ちょっとピッチャーがやっぱ弱いね。勝敗表とかでちょっと成績見てみると、うちのチームはやっぱ打線ですね。2割7分5厘というチーム、他の5球団を大きく突き放す 打力、そして盗塁66回、走りすぎ、走らせすぎ、監督が頭おかしいぐらい走らせてんね、これは。で、防御率が 3.94 ということで、まあ、ロッテの次に悪いね、この数字だけ見るとね。まあ、まあ、投手はもう、しょうがないよね、っていう感じかな。投手はね。FA とかで、FA とかで、お金貯めて、いい選手とかを取るとか、それぐらいしかもう手はないんじゃない。あ、やば、頼む、誰か止めてくれ。テレレレテレレレレ、よっかい、カワード、お前、あそれにしてもなんで金庫室選手が、こいつ怪しいな。カワード、お前、うちのチームのために中南米に大物外人、中南米ね。ちょっと新人を探索ちょっと変えてみますか。やっぱ野手がちょっとっていうとところはあるかな。中段、30人しかいないんだね。出身は関東だから、まあ、関東の内野手とかをちょっとお願いするかな。誰かいい選手が、まあ、全部入れるしかないね。球よりも早くホームランに打てる内野手を少し探してください。いやでも投手も足りないね。うちのチームどうなんすかね、これは。2億3000万で外人、いやー、外人ね。それでスタッフ交代だ。今のこの
川越っていう監督がちょっと、あ、椎木だった。椎木か。あまりにも好んで盗塁をさせすぎている。元井光雄、鈴木正、高松、鈴木、あ、読めないな。なんて読むんだよ。まさまさ、こうまさ、たかまさかな。西本ゆきおいいよね。島田誠、柳田正宏、山根和夫、石岡幸三、大石清、古澤、この辺までは、ここら辺までは、あ、これは違うな、ここら辺までが、実在 OB だね。でも今回はこの中に欲しい選手は、コーチでもいないね。まあ、うん、西本とかはいいけどね。監督としてもなんか良さげだけど。この辺のね、スカウトがね、変えれるもんなら変えたい。この辺のジャスパーあたりはいいと思う。ジャスパー変えてみるか。よし。ジャスパーにしてみよう。やっぱね、オーストラリアに強いコネのあるスカウトは、やっぱり、このゲームにおいては非常、焼き付くにおいては非常に重要。変えますね。やっぱりアジア、オセアニア。序盤は、やっぱオーストラリアに結構安くて、なおかつ、いい活躍をする選手がね、引っかかってくるんでね、そこはやっぱ外せない。外せないですね。できること、あとは、グッズ開発とかする金もないので、売れ筋、売店に卸す商品を、しっかり。全部売れなくなってる。全部チェック、ハチマキ以外のチェックを全部外しとこうか。これは前回、前々回ぐらいで間違えて外すのを切ったせいですね。売店の売り上げは、この週は結構減るかもしれない。できることは特にあとはもうないかな。ないね。よし、進める。ここで一試合見て、今回は短いですけど、ここまでの動画といたしましょう。結構お客さん入ってるね。とりあえず、勝てない。あ、カワードの勇姿を眺めとくか。最終3戦目で。まあ、とりあえず、勇気先発。ベシェッと、負けてますね。これは、完膚なき窓に、までに、打たれて負けてますね。ホークスに負けてたらダメだね。ラジオ。まあ、岩本は悪くないね。今シーズン。べし。で、カワードね。なんでカワード投げてんのこいつ。昨日の試合で投げちゃったもしかして。うちのチーム、ほんと、投手の交代が早いからな。多分5回まで行ってるね。この後、立山投げさせすぎ。あれカワード投げてないよね。もしかして、第1戦にカワードは投げたのか？あ、ここから。5回からずっとカワ、ず、力尽きとるんよ、もう。イニングを。新庄がちょっと調子落としてますね。変えたいけど。新庄の代わりに島田を出すっていうほど実力は伴ってないよね。まあ、平下を出してみるか。実力的にはまあ、新庄レベルにあるステータスはほぼないけど、まあ、時点4番手として。うちのチームの外野として出せる4番手としてはまあ平下でしょう。外野の守備もまあ稲葉、坪井、まあ遜色ないぐらいかな。
清宮、金子、小笠原、田中健介、レフトが稲葉、センターに平下、ライトに坪井という今回の試合ですね。まあ、センター、新庄のところにね、守備と足にスランプはないなんて言われますが、まあ、新庄出してもいいんでしょうけど、あんまり出しすぎてね、ちょっとやっぱこう、スランプに落ちよっても よくないので、ちょっとまあこの辺で、少し息抜き、新庄の息抜きですね。坪井、平下の打席見ていってみましょう。まだ今シーズンヒットは打ってないものの、盗塁は3ということで、やっぱ監督がダイソーなどで使っては走らされているということでしょう。もしくは、塁に出るためにフォアボールなどを掴んでいるのかもしれませんが、これはね、出塁できるんじゃない、足がちょっと遅いね。松中、4番松中ですね。松中、小島、城島という非常に強力な、城島、小久保かな。小久保、うん。松中、城島、松中、小久保、城島か。うん。非常に強力な打線ですね、ホークス。それに引き換えで、うちの4番は清宮。しかし、1本ヒット打ってますね。ここ走らせたら多分刺されるけど、ちょっと頭がおかしいね。おバンドにバントをさせる必要は全くない。なぜなら、おバンドは4割5分打つからね。なぜなら、好きにもう打たせていい。おバンドクラスになってくるとね。OPS1.2 ぐらいあるんじゃない ?1.2 とか 1.3 とかあるね。4割5分。それで収まらんか、もしかしたら。もうこれはね、フォアボールを与えた方がまだ安全。よしよしよし。さあ、稲葉ですね。多分もうこんなもんなんだと思うね、稲葉はね。なんかその、アウト。なんか伸びないよね、稲葉ね。現実のような稲葉にはちょっとならないかなって感じがするよね。稲葉に関してはね。警察金子誠。まあ、恐怖の9番バッターとかって球児園で言われてましたよ。金子誠もね。実際恐怖を感じることってあったのかな、金子誠。マック会長にさ、あったのかな、恐怖感ってあったのかな。あ、ダメだ。1点入りますね。もう1点入るね。3対0と。ちょっと劣勢ですね。カーワードがやはり良くないのではないか。これ大事な1球ですね。フルカウント、フルベース。この1球大事。ここで外すとさすがにちょっときつい。外すんですね、カワードは。ここで変えたらダメだぞ。ここで変えたらダメ。ここで変えたらダメ。ここでカワードを変えるっていう手はない。よし。4対0だが、うちのチームの打力をもってすれば、4点ぐらいどうということはないでしょう。さあ、田中健介、ヒットが出たので即盗塁です。これでワンアウト二塁というね、城島からも、まあ、なんとか塁は奪えるということですね。坪井の打球は伸びて、センターアウト。これ、ランナーが二塁についてたら、タッチアップできてたかもしれないね。センター柴原だし。さあ、小笠原が、うちのチームで2番目に成績を出す。打撃の成績のいい小笠原ですが、右ピッチャーの若田部に対してのピッチング、いや若田部もね、調子がいいからちょっと崩せないかもしれないね。防御率 2.05 だし、まあ、これといって特徴のない若田部だけども、ちょっと調子の良さが、ピッチングにも現れてるかもしれないね、これはね。あ、フォアボール。さ、平下です。今回のチームのキー、今回の打線の
試合のキーマンと言っていいかもしれない芝平下。まあ転がせでいいんじゃないかな。長打は狙わなくてもいい。シュート、外に逃げていくシュートということですね。もう一球外に逃げていくシュート。次はカーブとかスライダーじゃない、ストレート。これはうまく、うまく捉えてるけど、大腰の前に、抑えられたということですね。ライナーで飛んでいったと。なかなか反撃の糸口がつかめないですね。まあ、糸口はつかめてるのかもしれないけど、それが反撃にまでは至ってないといったところかな。まあ、序盤は3回まで進んで、まあ、4対0と。清宮は今日打ってるね。清宮が出てるんで、なかなか崩せない。ここ金子？あ、稲葉か。長打狙いかな、稲葉もね。調子はいいんで、まあ、もしかしたらホームランもあるかもしれない。半端なヒットはいらないね。これ意外にいかない。もう一本が出ないね。まあ前の打席、併殺打を打った金子誠ですけども、まあ打線としては7番ということで、この度で少し、まあ打順調整の必要もありませんね。なんとか打って、次につなげてほしい。次のバッターにつなげてほしい。なんならここで1、3塁でも形を作るものだったら、まあ、キャッチャー変えてもいいよね。磯部あたりに変えてもいいよね。1、3塁もしくは、まあ、金子誠出塁でちょっと、あ、いいですね。ここでちょっと、野口に変えて、磯部を出してみましょうかね。まあ、チャンスでね、右ピッチャーってこと考えたら、まあ、磯部でいいんでないでしょうか。うん。若田部に対して、磯部。初球低めに、膝元に来るカーブをファール。2球目は高めのスライダー、インコースですね。3球目は、外へのストレート。もう、ストライクで追い込まれました。さあ、ちょっと早めに構えて、うまく運んでますけど、いや、村松の前に落とすこともできず、ライナー厳しいね。カワード5イニング目に入りました。まあ5イニング投げてくれば十分仕事したと言ってもいいんじゃないでしょうか。なんとかジョージも抑えてほしい。抑えてくれた。ちょっとここ田中健介バント作戦をしてみるか。打率1割3分8厘ということで、ちょっと金子が田中健介があまりにも塁に出ていないということでね、ちょっと卑怯なことをしました。まあ、監督っていうか、まあ、アザラシ GM ですけどね、GM がファックスで、おい、田中健介にセーフティーバントをさせろと、ね。監督は胃が痛いでしょうね、この試合展開。ホークス相手に2連敗。ノースリーから振っちゃったね。おー、高めのフォーク。これでスースリー。フルカウント。からの、いや、うまいね。これは1点取ったでしょう。つぼい。さすがです。つぼい友近。つぼいはね、まあ、割とハムの功労者でもあるよね。初期のハムのね。まあ、新庄を追ってという形ではないけれども、坪井もね、日ハムに在籍してましたからね。だからまあ、こう、なんとなく選手を取っているように見えて、割と現実に即して取っているような、取ってないような。小笠原打ってほしいな。打ってほしいな。つつ。平行カウント。ノットインコーシュート。ツースリーフルカウントですね。よし。ここはもう、ここね、バントでいい気がするね。平下はバント。
二塁の坪井は足が速いんで、まあ普通にピッチャーの前に転がしたとしても、おそらくセーフになるでしょう。あわよくば、フォアボールとかになってくると、なおいい。まあこうやってバントの構えをしとくと、まあ選球眼が向上するのか、ボール球をあまり振らなくなるので、こうやってバントの構えしとくだけでも、プレッシャーにはなりますね。まあ、一応フルカウントまでは、バントの構えをさせておきましょう。フォアボール。よし、満塁。満塁で清宮。今日ここまで2打数2安打の清宮を、満塁で迎えるという形になりました。ここは長打を狙ってほしい。ぜひ、長打を狙ってほしい。打点のチャンス。打て！こんだけお膳立てしたんだからさ、清宮。お番頭よ。そしてやはり頼れるお番頭よ。そして稲葉。絶好調稲葉。調子はいいはずなので、一本打ってほしいですね。依然満塁のチャンスは続いていますし、まあ犠牲フライでもいいから、なんとか一本、インフィールドフライ。期待した選手を打ってないね。なんなら長打狙いが裏目に出ているまである。ちょっとこのカメラ見にくいな。 このカメラ見にくいな。落ち、ポテンないか。ないね。全然もう足止まってるね。まあなんとか2点返しましたね。ピッチャーを変えていきましょう。ここら辺、そうですね。桜井かな。うちのユーティリティピッチャー、ロングリリーフかな。ロングリリーファー。まあ、桜井投げさせときはまだ大丈夫でしょう。まあ、3回2失点ぐらいで抑えてくれるでしょう。磯部が出たぞ。どうしようかな。走らすか。石本に変えて。石本はまだ早い。森本ぐらいでいい。おぉ、ヘッドスライディング。こう来れば田中健介もバントの作戦が生きてくる。田中健介バントであれば、まあバッティングの低さをね、補えるっていうのもあるし、まあ成功したとしたら、まあワンアウト三塁の形は、おっと、ストレートのフォアボール。昔はこのストレートのフォアボールの意味がよくわからなかったけどね。ストレート、カーブでフォアボールやん、みたいな。ちょっと、坪井にバントはないから。坪井にバントはないから。ストレートってのは、全部ボールでのね、ストレートフラッシュとかの、全部揃ってるっていう意味なんですよね。ね。ストレートのフォアボール打撃。さあ、ワンストライク、ワンボール。坪井の打席ですね。まあ、チャンスに別段弱くもないし、まあ、そもそも高打が高いんで、ヒットの確率は結構高いんじゃないでしょうか。まあ、長打はないにしてもヒットはある。いいスライダーだったな。さあ、小笠原、今日3打席に立ってフォアボール2つということで、まあ、出塁率は6割6分7厘って感じですね。さあ、意味のわからない作戦を立てましたね。謎のヒットエンドラン。まあ、成功する可能性もあるわけだから、一概に責められないかな、今のは。若田部が踏ん張ってるな。厳しいな、この試合はちょっと。ちょっと待ってよ。キャッチャーを変えないといけなかったね。君がいた夏は、相川、相川って、そういうネタが。相川にも変えちゃったら、そこがもう打線途切れるよね。フォアボール。よし、まあ、OK、OK、OK。平下、
ショートフライ。清宮が、あ、今日は清宮が大当たり。清宮が大当たりと言いながら、まあ前の打席はチャンスで打ってるね、オバンドが。ここもオバンド変え、篠原、高橋。中継ぎとしてはかなり強いですね。稲葉を変えれるもんなら変えたいけどな。稲葉左コーダー悪すぎるもんな。ここで新庄を代打で送り出すという作戦ですよ。オバンドを走らす、いやそれはないか。オバンドにダイソーはね、まだちょっとオバンドの打席が回ってくるかもしれないとちょっと思ってる。それちょっとダイソー出せないね。よし、いいぞ。これ今日もいい試合になるんじゃないかな。これ試合見てくれてる人には非常にいい試合をお見せできるかもしれない。ペドラザ、ホークスの抑えの守護神を出してきましたね。早いですね。あっと、また走らせてしまった。監督がまたわけのわからん動きたがり屋の監督がまた、二塁ランナーがオバンドだと言っとるにもかかわらず走らせてしまうんですね。ヒットエンドラン、動きたがり屋の監督っていうのは得てしてあんまりこう評価されないよね。弱いチームほどなんかこう選手を動かすというかね。ここでもう相川に代打を出すことができません。キャッチャー使い切ってるんでね。あー仕方ないね。まあ、そろそろピッチャーを変え時でしょう。原田かな。ちょっと堀田投げ出してみましょうかね。結構勝利の女神みたいになってる。右左右かな。ニーベスは両打ちかな。だからニーベスのところは関係ない、まあ、右バッターが続くからまあ堀田でよかったでしょう。堀田でよかったでしょう。堀田でよかったでしょう。ランナーがちょっとウィルソンか。ちょっとウィルソンがまあ、いやまあまあまあ原田かな。ウィルソンに対して、まあ、やっぱここで打線の流れは切っておきたい。やっと満塁になってしまいましたね。原田がピリッとしません。デッドボールを与えて、なおかつボール2つ。さあ、ファールかホームランか。ファール。新庄がレフトか。ちょっと待ってよ。守備位置、平下と新庄の位置を変えましょう。ツーストライク、ツーボール。これは大事な一球ですね。試合の命運を分けると言ってもいい。大事なところ。いい球を投げますね。三者残塁。田中健介。ショートストップに浜名が入りましたね。井口にダイソーでも出したのかな。井口セカンドかな。いや、井口ショートでしょ。いいよ田中健介、いいですね。これスリーベースでいける。よし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 。見えてきました。さあ、どうしよう。監督に任せたいところですけども。一番最悪なのはここで、謎のヒットエンドランですね。まあ、坪井クラスであれば、まあ、ヒットが出ないにしても、ランナーを進めるってことはできる。つまり、1点は、なんとか返せるんじゃないでしょうか。犠牲フライは、ちょっとあれでも、まあ、無理やりでもゴロを打って、なんとか、3塁ランナーを迎え入れるということができるんじゃないかと思っておりますが、坪井、ノースリーになってますね。あ、振っちゃう。フォアボールがいいけどね。フォアボールが。おっと、あっと、スーパープレイ。さあ、2番、小笠原。
ここで打てば小笠原のじゃないわ、ペドラザのね防御率 0.00 を崩すこともできる。打ってほしいですね、小笠原ガッツ。ちょっとボール先行ですね。敬遠してる？敬遠はしてない。敬遠、あー、うーん、まあまあよしまあよしだな。見ていけ見ていけ。あー、ちょっと平下がピリッとしないね。さあ、まあまあまあ左とつな続くので、柴原と松中のところまでは原田で行きましょう。たとえランナーが出てもこの2人はまあこのまま行って、で原田のところで、ミラバルかな、ちょっと抑えようではあるけれども、9回の裏で試合を決めるつもりなので、ここは何としても0点で、よし、素晴らしい警察だですね。で、ここ清宮の一発で終わらしましょう。おばんどうの一発で終わらせましょう。高めのストレート、ペドラザはね、スライダーとチェンジアップしか変化球がないんで、まあ組みしやすいんじゃないかな。落ちる、まあチェンジアップがあるっていうのは厄介ではあるんかな。さあ新庄も長打狙い、三者連続長打狙い、もうホームランで片付ける気しかしてない。ホームラン以外での決着は望んでない。それぐらいのもう振り回してこいって監督から指示が飛んでますね。その監督に指示を出しているのはアザラシ GM ということですね。さあ長打、これはツーベースですね。十分新庄の背中の一番が眩しい。なんで走らすのこの、あえ、セーフなの、え、完全に今監督批判をしようとしたのにセーフなの。これね、監督はね、金子誠を歩かせた方がいいと思うな。まあ、向こうの監督ね、王さんかな、監督は。歩かした方がいいと思うな。次のね、まあ、相川のバッティングを考えたら、金子は歩かした方がいいと思うな。ね！やったぜ！完璧な試合発、初回4点を取られるもこの完璧な試合発。監督になれるかもしれない。どっか弱小高校の監督やらせてほしい。たった1試合勝っただけでな、勝ちミラバルについてますね。まあ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 、これも完璧に采配がビシッと当たってますね。監督がね、もうちょっと、でも結果的にはあそこの新庄の3投が大きかったか、うん、まあいい試合になりましたね。ミラバル9勝でセーブ数のトップに立ってます。ピッチャーではまあ岩本が防御率の5位に入り込んでるっていうぐらいかな、うん、多分ね、海外スカウトが一人ぐらい見つけてきたんじゃないでしょうか。見つけていきますね。ちょっと見てみましょう。これを確認しないではいられない。もう今日34分。たった2週分しか進めてないのに。誰？ウォルポールか？ウォルポールか？ウォルポールかな？誰が捕まったんかがわからん。ウォルポールかな？ウォルボール。ウォルボールか。ウォルボールだ。ボールですね。あれ？誰が捕まったのか分かんないわ。
キャッチャーか。王か食。王。それなりの長打。王。かな。わかんないな。長いな、今日の動画。ちょっと良くないね。こんなに長いって良くないよね。まあでも特にカットするとこもないよね、今回ね。特にカットするとこ、おっと、かわい。よくわからん。かわいともし、ともふみ。まあ、三塁か。まあ、任せよう。とりあえず。本見て、どんな選手か確認してから、本格的に獲得するかどうかを考えましょう。まあ、とりあえず、今日はここまでですね。また、次もね、近い感覚で上げていこうと思います。はい、お付き合い、お付き合いいただきましてありがとうございました。ほなまた。